皆さんこんにちは。史上初の3勝トリプル受賞して大関に昇進し、脇毛の大関とユニークな愛称を持った力士をご存知ですか？昭和に活躍した大関大樹久照ですね。活躍はもちろんですが、面白いエピソードが多い力士でもあります。そんな大樹久照の歴史を振り返りながら、思わずクスッと笑ってしまうような面白いエピソードを紹介していきたいと思います。では早速大樹久照について紹介します。しこ名大樹久照、本名坂井谷俊明、愛称脇毛の大関、生年月日1950年3月19日、出身北海道瀬田名郡瀬田名町、身長177センチメートル、体重148キログラム、所属部屋高島部屋、得意技突き、押し、押っつけ、最高位東大関、生涯戦歴462勝388敗31休、幕内戦歴308勝296敗26休、優勝十両優勝1回、受賞歴殊勲賞4回、敢闘賞1回、技能賞6回。史上初の3勝トリプル受賞し大関に昇進したことでも有名な力士ですね。七男三女の10人兄弟の六男として生まれました。大樹久照の入門のきっかけは小学校6年生の時の修学旅行でした。旅行先で泊まった函館の駅前の江差屋旅館が高島部屋の勧誘を担当していたため、太った体を見込まれた大樹久照は高島部屋への入門を誘われたのです。中学に入ると高島親方、元大関三恒山が北海道の実家までわざわざ訪ねてきてくれました。他の部屋からも一見勧誘があったのですが、北海道まで足を運んでくれた高島親方のために高島部屋への入門を決意したのです。入門当時大樹久照は13歳、体重は新弟子の合格ラインの75キロをはるかに突破していたのですが、身長が158センチしかなく、規定の173センチより15センチも低かったのです。背がなかなか伸びないことをとても悩み、当時設けられていた身長170センチメートル以上という基準を満たせず、2年近くも苦労したのです。1965年3月場所に初土俵を踏み、その後は順調に番付を上げ、わずか4年半で1969年9月場所に十両に昇進しました。1970年3月場所に西十両筆頭で14勝1敗の好成績で十両優勝。翌5月場所に新入幕を果たすと、徹底した押し相撲で9勝6敗と勝ち越し、早くも技能賞を受賞し幕内に定着します。1971年3月場所5日目初日から4連敗が続いた新関脇大樹久照は、初めて横綱大鵬を一気の押しで破り、この場所を8勝7敗と勝ち越し、さらには見事殊勲賞を受賞し、上位キラーとして3勝の常連になりましたね。1973年7月場所には一横綱二大関に勝ち13勝2敗の成績を上げ、史上初めて3勝を独占。7月場所後には大関に昇進したのでした。新大関の1973年9月場所は腰痛の影響により途中休場し、以降も怪我に悩まされ、関脇への陥落し成績を残すことができなくなっていきます。1977年5月場所には大関経験者で初めて十両に陥落し、初日から3連敗を喫し、4日目から途中休場に追い込まれ、場所後に現役引退を表明しました。大樹久照はじわじわと押していく泥臭い押し相撲で稽古熱心、名解説者の玉の海梅吉が土の匂いがする力士と評するほど押し一徹を貫き通しました。大樹久照のエピソードを紹介しましょう。身長170センチメートル以上という新弟子検査の基準を満たせず苦労した大樹久照は、毎朝4時から身長を伸ばすために1時間以上もぶら下がったりと試行錯誤していました。しかし身長は伸びず、最終手段に踏み切ります。それは頭にシリコンを入れることでした。初めて新弟子検査を受けた39年秋場所前を皮切りに、次の九州場所前、さらにその翌場所の40年初場所前の計3回、検査に不合格になるたびに少しずつ注入したのです。そして40年春場所前4回目の新弟子検査でついに合格することができました。実に北海道から出てきて2年10ヶ月の合格です。ちなみにこの検査を受ける当日も、歩いて検査場に行くと
背が縮むということから、横になったままそっと車に乗せられ、抱えられるようにして検査場に行き、合格となった帰り時はぴょんぴょん飛んで帰ったそうです。しかしこんなにも苦労した身長が、初土俵後には半年も経たないうちに何もしなくても5センチメートルも伸びたそうです。当時の技術では一度注入したシリコンは除去不能でした。そのため全体的に頭の形状自体が変形し、大樹ヒサテルの頭部は尖っていましたね。しかし頭痛に悩まされるようになり、2009年春に除去手術を受けることに。すでに頭の中でシリコンがぐちゃぐちゃになっており、全てをきれいに取り除くことはできなかったようです。シリコンにまつわるエピソードとしてもう一つ、大樹ヒサテルは九重部屋に足しげく出稽古に通っていました。それはカラスの鳴かない日はあっても、大樹が北の富士のところへ来ない日はないと言われるほどであり、北の富士はシリコンが入っていると僕ら稽古しても痛かったですよ。尖っているから刺さってくるんだ、あれがドーンとくるんだから、たまったもんじゃないですよと語っていますね。同様にやはりこのシリコンは時として狂気になるようで、1973年11月場所の12日目、横綱琴桜との一番でお互いが頭を鉢合わせするような形でぶちかましたところ、琴桜は脳震盪を起こして倒れてしまったのです。取組後琴桜は、あんな石頭は初めてだとコメントしていました。頭に入れたシリコンが凶器となった可能性はありますが、当時はあまり知られていなかったようで、特に問題とはされずことを終えたのでした。次に愛称でもある脇毛の大関についてです。なんともユニークな愛称ですが、一体なぜこのような愛称がついたのかご存知ですか？力士といえば脇毛がツルツルで不思議に感じる人も多いと思います。一方大樹ヒサテルは脇毛がしっかり生えていたので脇毛の大関と呼ばれたのでした。そもそも力士に脇毛がない理由について、毎日無駄毛の処理をしているわけではありません。何もしなくてもツルツルになってしまうのです。その秘密は毎日の稽古です。力士の稽古は厳しく、ぶつかり稽古の時の衝撃は凄まじいものですね。その時の摩擦があまりに大きいため、脇毛は擦り切れてしまうのです。さらに脇の下は汗の匂い消しのために頻繁に砂をすりつけています。カミソリを使わずして、あのツルツル素肌が出来上がっているのです。しかし大樹ヒサテルは稽古熱心でも有名です。それなのになぜ脇毛がすり減らなかったのか不思議ですね。理由は大樹ヒサテルは左右の押っつけが強く、脇が硬かったからではないかと言われています。ちなみに力士のヒゲについても紹介しましょう。力士はヒゲがご法度ですね。1973年夏場所、大関輪島が途中から縁起を担いで14日目までヒゲを剃らずに土俵へ上がりました。場所後に横綱昇進を果たした輪島ですが、武将ヒゲについて横綱審議委員会の席上、辛口の高橋義孝委員から見苦しいと物言いがつきました。最近では2012年秋場所まで現役だったジョージア出身の国会がヒゲで苦労しています。黒くて濃いヒゲが顔の下半分ほども生え、ヒゲの処理は数日おきにしていたそうです。まるで海賊にも見える風貌でしたね。観客の中には、お相撲さんなのにヒゲを生やしていいの？と思う人も多くいましたが、当時相撲協会は多めに見ていました。しかし困っていたのは対戦相手。4つに組んで国会の顎が自分の肩に乗るとジョリジョリとヒゲが当たって痛かったそうで、赤くなった肩を見せて負傷する力士もいたのでした。一方で擦り切れるのではなく生えてきた例もあります。それは八角理事長、元横綱北斗海が現役時代のエピソードです。右胸だけに産毛のような毛がうっすらと生えてきたのでした。本人や記者たちはなぜだろうと首をひねっていましたね。もしかするとぶつかり稽古で若い衆に胸を出し、相手の頭がぶつかることによって毛根を刺激するからではないかという話になり、確たる根拠はないのですが、みんな納得していたようです。このヒゲについて日本相撲協会が2019年2月26日に大阪市内で開かれた10両以上の関取衆で統制する力士会で力士のヒゲ禁止を通告しました。同協会によると、見苦しくないようにとの理由で力士の身だしなみなどを定めた力士規定に明記されたそうです。ユニークな愛称とシリコンにまつわる様々なエピソードとともに、強烈なぶちかましからの押し相撲を得意とし、史上初の3勝の独占を果たした
大関大樹久照の歴史は今後も語り継がれていくことでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。